世界最大規模の野外音楽フェス、コーチェラに出演を果たした平野翔、岸キシユ神宮寺ユ太タのナンバーアンダーバーアイ。ステージ後には、デビュー曲、ゴート、がアメリカの iTunes 総合チャートで10位にランクインし、見事な全米進出となりました。キングプリンスのドリーミーなポップスからの激変。旧ジャニーズ時代には、キングプリンスとして活動していた3人。 大ヒット曲、シンデレラガールは甘く切ないコードとメロディーの王道アイドル歌謡でした。グループ名の通り、おとぎ話の国からやってきたドリーミーなポップスだったのです。ところが、ボートでイメージが激変します。重厚な低音と強烈なアタックが鳴り響くハードコアなヒップホップは世間を驚かせました。日本だけにとどまるつもりはさらさらない、サウンドが物語っていました。 ビジュアル面も変わりました。キンプリ時代にはキラキラ、ひらひらのデコレーションでしたが、ナンバーアンダーバーアイにはそのような甘さは一切ありません。ダークトーンで統一したシックなセットアップスタイルはワイルド。K-POP 勢にはないビターな男らしさの打ち出し方が新鮮です。イメチェンに成功、だが急激さは過去からの反動のよう、コーチェラ、iTunes へのランクインという結果からも、 徹底的なイメージチェンジは成功したと言えるでしょう。誤解を恐れずに言えば、ナンバーアンダーバーアイの面々もようやく時代に合流できた感覚があるのではないでしょうか。筆者も、ボート、には驚かされました。こんな音で来るとは予想もしていませんでした。これはアイドルという枠組みでは語れない音楽だと感じました。けれども、同時に引っかかるところもありました。ボートでの表現が、 段階的な成長ではなく、過去からの反動として急激に現れているように感じるからです。それは、ゴートのクオリティに問題があるという意味ではありません。むしろ、高すぎるクオリティ、隙のない宣伝に、変えなければ、という脅迫観念めいたものが聞こえるのですね。